それでは今回は仕事に情熱はいらないというような内容で、科学的な適職という、鈴木優さんというサイエンスライターの方が書かれた本について紹介したいと思います。この本何が面白いって、その何が、仕事にどんな仕事が自分に合っているのかっていうのって、まあ永遠の、やっぱりサラリーマンの悩みだと思うんですけど、そういった部分に関して研究をもとに、そのどんな仕事の選び方が大事であるかっていうことについて書かれた本なんですね。で、要は、世の中にたくさん仕事選びの方法って言われてるんですけど、基本的に成功者の成功論だけが、蔓延しているということで、こういったちゃんと研究で大量の人から、統計を取ることによって初めてわかる、そういった正しい方法っていうのを、紹介している、かなり珍しい本であって、かなりやっぱ我々その成功者のイメージばっかりとらわれてたんだなということが再認識させられるいい本であるので、今回はこの本の中から、この、職業、間違った職業選びについてまず今回紹介したいと思います。はい、それでは内容について移っていきましょう。まず職業選びは嘘だらけというところが一番の、お伝えしたい内容で、やっぱり世の中に巷に出回っている仕事選びの方法っていうのはもう嘘だらけであると。結局成功者がどうやって成功したかっていうのを語っているのが元であって、それが要は直接みんなにつながるかどうかわからないと。結局大量のサラリーマンとかの人がその、例えば情熱やりがいで選べみたいなのが正しいかどうかっていうのは本当に疑問ですよねというところがこの本で書かれています。で、まず一つ目の嘘っていうのは、好きや情熱で仕事を選びましょうという、かなりたくさん言われている、何よりもこれが一番多いかなと思います。そのリクルート関係の仕事、リクルート、その就活時期ですね、大学生とか高校生とかの就活時期のタイミングで、まず言われるのはやりがいで選びましょうと。自分の好きな仕事を、何で選びましょうっていうのがよく言われると思います。例えばそういった時に適職診断とか、今まで自分が得意なことは何ですか、今まで自分がやってきたことは何ですか、好きな趣味とは何ですかみたいな、そういった部分から選ぶっていうのが基本的な、一番よく言われる方法なんですけど、ただこれが間違っていると。これ間違っているっていうのはなぜかというと、情熱のもとに仕事を決めてしまうと、燃え尽きてしまう、率が高くなってしまうっていうのが分かっていますと。これ研究によって分かっているんですけど、ミシガン州立大学の研究で適合派というグループと成長派というグループに分けました。それぞれ何かっていうと、適合派っていうのが要は好きを仕事にしましょうと、お金よりもやりがいとか、仕事、そのやりがいっていう部分が一番大事ですよねっていうのが適合派ですね。だ、自分に合った仕事、要は自分に適合した仕事っていうのを探すグループですね。それに対して成長派っていうのは基本的にどんな仕事でも、慣れてくれば好きになるよねと。初めはつまんないけど、やっぱりやっていけば、いつか好きになるんだから、ある程度お金給料の高い仕事にしておきましょうというのが、成長派ですね。で、これどっちの方が良かったかっていうと、これ実は成長派の方が、キャリアも幸せも年収も高かったと。キャリアも幸せも年収も高いんですよ。だから満足度も高い上に収入も高いというところが、この、結果から分かったと。ミシガン州立大の研究から分かったというわけですね。で、どういった違いがあったかっていうと、適合派の方、要は、自分とマッチした仕事を選ぶぞっていうふうなグループっていうのは、要は初めは、幸せなんですよ。初めは。だから自分とマッチした仕事を選べるし、自分が今まで、好きだと思っていたものと、仕事が結びつくんで、やっぱり初めは幸せなんですよ。ただ、一方で、やっぱり燃え尽きが出てくるんですね。これなんでかっていうと、要は、仕事実際始めてみると、やっぱりイメージと違うわけですよね。どちらも適合派も成長派も結局初めの状態っていうのは仕事を経験した上で選んでるわけじゃないので、仕事を知らない状態で選んですよね。で、その場合にどうなるかっていうと、イメージと現実が違うというところで、やっぱり結果が、そのイメージが壊れてしまって、楽しそのそうですね、幸せが落ちていくと。だから、もともと好きだったものがちょっとずつ好きじゃなくなっていく。よく言われますけど、好きを仕事にすると好きじゃなくなるって言われますけど、これは実は研究でもちゃんと証明されていると。これは、要は好きや情熱で選ぶのは間違っていますよと。じゃあどうすればいいのかっていうところだと思うんですけど、じゃあ好きや情熱で選ぶのはお金で選ぶのがいいのかって言われると、そういうわけでもないんですよ。そういうわけでもないんですけど、情熱っていうのはどうなっていくかっていうのをまず理解していただくのが一番いいかなと思うんですけど、そういった時に、要は成長派であるっていうのが一番大事なんですね。これは時期に、人間は、その仕事に慣れていくと。慣れていけば好きになっていくよねっていう方が、一番、成績が高いというふうに言われています。で、最も成績が高かった、この適合派、成長派ともう一つのグループ、割り切り派と呼ばれるグループもあったんですけど、その割り切り派っていうのが要は何かっていうと、
まあ、仕事は仕事で頑張ろうと。で、まあ、好きは好きで別で置いとこうっていう風な、まあ、趣味とかに、まあ、自分の個性を見出しているグループですね。そのグループが最も、成功するっていうことは、まあ、仕事の効率が高かったっていうことは分かっています。なので、まあ、仕事と好きは結びつける必要はないと。ただ一方で、仕事は時期にやっていれば好きになるというような、考え方を持っていただけるといいかなと思います。あと一応、情熱っていうのは、まあ、じゃあ情熱はいらないのかっていうと、情熱っていうのは実は、努力量に比例しているというような研究もあります。ロイファー大の2014年起業家を対象にした研究によると、情熱っていうのは前の週の努力量に比例していましたよと。まあ、要は過去に注いだ努力量ですよね。過去にどれぐらい頑張ったかが結局情熱につながってくるっていうわけで、実は情熱っていうのは後から追ってくるんですよと。情熱っていうのは、自分から込み上がってくるものではないと。ただ仕事をまず決めて仕事をやっていくうちに徐々に情熱っていうのは湧いてくるんですよっていうのが研究により分かったっていうのが、この一番の、最も、どうやって職を選ぶかっていうのが、分かったかなと思います。どうやって職を選べばいいかというと、情熱で選ぶのではない。情熱は後から追ってくるんだから、仕事、要は、まあ、給料の差とか、自分の環境とか、そういったいろんな別の理由から選ぶ方がいいですよと。やりがいだけで選んではいけませんよというのがこの一つ目から分かることですね。結構意外な内容だと思うんですけど、まあ、このやりがいっていうのは後からついてきますよということを、まあ、意識していただけるといいかなと思います。で、2つ目、給料の差ですね。先ほど言った時に、まあ、好きや情熱よりもお金で選んだ方が、ある程度、キャリアも年収も幸せも上がったという話をしましたよね。ただもちろん、給料は高いに越したことはないんですけど、給料と仕事の満足度というのはほとんど相関がないというふうに言われています。まあ、あくまでほとんどです。一応多少の相関はあった、まあ、フロリダ大の86件のメタ分析と言われる、まあ、大量の、まあ、過去の、研究結果を分析したものになります。で、これによると、まあ、研究と満足度っていうのは、まあ、たった R イコール 0.15 という、まあ、相関関係であったと。まあ、これはまあほとんど、まあ、要はほとんど関係ないというところなんですね。で、まあ、どのぐらいかというと、まあ、給料が例えば、収入が、全体人口全もちろん収入が上がれば上がるほど満足度、幸せ度、幸福度っていうのは上がっていくんですね。なので、まあ、収入がめちゃめちゃ上がると、もちろん幸せにはなるんですけど、ただ、影響はそんなに大きくないというところで、収入が、普通の状態、要はまあ普通一番平均的な状態から上位 10% の収入に上がるっていうことを想定した場合に、それと比べて、結婚や健康と比べるとどうなのっていう話をしたときに、結婚、例えば、仲がいい人と結婚した場合っていうのは、その収入が上位 10% になるのに比べて、7倍近い、幸福度がアップするということが分かってます。7倍近い幸福度ですね。あ、すみません、これ10分の1って書いてますけど、まあ、7倍、健康に関しては7倍ですね。なので、結婚の方が7倍幸せになりますよと。だから、まあ、収入ってそんな程度なんですよと。仲がいい人と結婚するのに比べてみれば、収入が上位 10%、要は、まあ、ある程度お金持ちになるのに比べると、まあ、収入なんか大したことないですよというところですね。あと、健康ですね、健康。健康は体調が普通からちょうど、ちょっといいですね。普通からちょっといいぐらいに、まあ体調が本当にだから気持ちいい、自分の体調良くなったなっていうぐらいに、健康状態が変わることによって、その収入がアップする効果に比べると 60倍近い幸福度がアップするっていうふうに言われてます。で、健康っていうのは何より大事だっていうことがこの印象から分かるわけですね。だ、体感として、健康っていうのは、まあ、あんまりもちろん当然あるものだということで扱っていると思うんですけど、健康っていうのは実は給料がそんな多少のお金持ちになるのに比べても全然幸福度が高いんですよということが分かってくると。だ、2つ目の給料の多さで選ぶっていうのは、要は給料の多さによって他のものが犠牲になってしまうのであれば、これは全く見合わないですよねっていうことがこの結果から分かるというわけですね。で、まあということで、まあ、給料の多さで選ぶっていうのは間違っていると。まあ、ただ、給料が低いよりは、給料が多い方がもちろんいいんですけど、給料の多さによって何かが犠牲になるっていうのは本当に避けましょうというのが、この2つ目の研究の内容からわかるわけですね。で、3つ目です、3つ目。3つ目は、これから伸びるかどうかで選びましょう。選ぶのが間違っているというところですね。よく言われるのが、プログラマーとか、まあ、IT 業界はこれから伸びますよと。日本はもう、物の生産ばっかりやってるのでオワコンだから、そういった仕事よりももっと新しい波が来る、そういった IT とかバイオとかの仕事を選びましょうというのが、まあ、巷でよく言われていることかなと思います。ウェブ業界が伸びるだとかそういったことですね。で、これ本当に正しいのかというところなんですけど、結局一番の問題は未来が予測できないというところなんですね。要はもちろん、未来が予測できて10年後には IT 業界が100倍とかになるぞと、
そうならいいんですよ。そうならいいんですけど、実は人間って過去ずっと予測できなかったんですよ。実際アメリカとかもずっと、今後の、経済予測しましょうというのはずっと大金が投じられて、ずっと専門家が予測してきてるんですね、もちろん。未来が予測できれば、もちろんその投資もうまくいきますし、国としてもいい方向に進むので、ずっと投資、予測っていうのは行われてきてるんですけど、ただ一方でほとんどできてないと。実際1980年代はアメリカは世界最大の債権国。で、まあそれが続くと思われてるわけですよ。で、それで一方で1990年代にはアメリカは世界最大の債務国になっていると。だからまあ環境は大きく変わったわけですね。で、まあその時に、まあその時にまあまだインターネットもなかったですね。1990年代ではね、まあインターネットなく物質経済が続くと思われてたっていうふうに言われてますと。だからまあ、IT とかバイオとかそんなものはなかったと。で、10年後、まあ、2000年代ですね。2000年代バイオなどで革命が起きて、さらにまあ IT とかも増えてきましたよね。だからたった2000年、だから2000年と2010年、2010年と2020年を比べただけでもう全然予想できてないわけですよ。だからそんな時に、果たして専門家ですら予想できないものが我々が予想できますよというところなんですよね。だからまあ、結局、もちろん環境がいいならいいんですよ。IT 業界が在宅で仕事ができるから環境がいいなら別にいいんですけど、ただ、10年後に来るから選びましょうというのは間違っているよねと。これから伸びるからではなくて、自分が、他の人とどう差別化できるかっていうところを一番重要視するのが大事かなというふうに思います。だからまあこれから伸びる、まあ、もちろん仕事が増えるから自分もそこに乗り込めば仕事が増える、だから先行者利益もあるっていう考え方だったら全然間違ってないんですけど、ただ、本当に伸びるかどうか、その業界が伸びるかどうかはあなたが予測しているよりは、実は未来は違っている可能性は大いにありますよというところを考慮しておくといいかなと思います。なので、まあ、比較優位と言われる、まあ、他の人に比べて自分は特別な能力があると、そういった環境を作り出せるかどうかっていうのが一番ポイントかなと思います。はい、ということで今回仕事に情熱はいらないという内容で、科学的な適所の、初めの本当に初めの初めの内容だけお話ししました。職を選びは嘘だらけということで、1つ目が好きや情熱で仕事を選ぶというのが間違っていますよと。実は情熱で、仕事を選んでしまっても初めに燃え尽きてしまうことがよくありますよと。適合派と呼ばれる、自分の、適した職業を選ぼうとしている、頑張って適した職を探している人よりも、仕事は徐々に慣れていくよっていう人の方が年収も幸せ度も、あとキャリアも高かったっていうことが分かっていますよと。で、実際にじゃあ情熱ってどこから湧いてくるのっていうと、仕事は実はやっていると徐々に情熱が湧いてきますよということは分かっていて、結局情熱と相関していたものは前の週の努力量でしたっていうことが研究で分かっていますと。あと、まあ過去に注いで努力量っていうのが、まあ情熱を高めてくれますっていうことは分かっていますよと。要は好きや情熱から仕事を選ぶのではなく、仕事を選んでそこからの努力量で情熱っていうのは決まってきますよと。仕事をどれだけやったかが情熱で影響するっていうことを、まあ理解していただくと、まあ無理に仕事と、まあ趣味とか自分の好みとかを結びつける必要はなくて、まあ無理な考え方にならなくていいかなと思います。まあやりがい搾取とかもあるので、まあそういったことも考えても、まあ仕事っていうのは、まあちゃんと環境とか、自分がうまく生活できるか、他の別の健康や結婚と、恋愛とかっていう部分のバランスを取りながら考えるのが一番かなと思います。で、2つ目は給料の多さで選ぶということですね。給料の多さ、まあ、もちろん、まあ、幸福度は多少高めてくれるんですけど、ただ、まあ、給料と満足度っていうのはそんなに相関がありませんだよと。例えば結婚、好きな人との、まあ、自分の気が合う人との結婚だったり、健康、自分の健康が普通よりちょっといいとかってなるのに比べると全然低いですよと。その結婚に比べると7分の1、健康に比べると60分の1ですよと。そんなレベルでしか、まあ、給料の多さの幸せ度、幸福度っていうのは感じられませんよということが分かってますと。なので、まあ、他のものを犠牲にするぐらいだったら、まあ、給料の多さなんか、まあ、大したことないですよというところを、まあ、意識していただければいいかなと思います。ただ、まあ、自分が余裕を持って、お金の心配をせずに生きられるぐらいの、ある程度の多少の給料の多さというのは大事かなと思います。まあ、そのあたりは、まあ、稼ぎ方よりも、まあ、使い方とバランスを取りながら、自分の仕事を選ぶといいかなと思います。で、最後はこれから伸びるかどうかで選ぶっていうところですね。で、まあ、ウェブ業界が伸びるだとか、まあ、インフラ業界が伸びるとか、まあ、そういったなんか、まあ、インフラ業界が伸びるんじゃない、IT インフラが伸びるかとかですかね。まあ、そういった e コマースが伸びるとか、そういった部分の、まあ、どの業界が伸びるみたいな話ってよくされると思うんですよ。
仕事関係でこれからなくなる仕事、AI で消される仕事とかで、ね、よく言われますけど、ただ、これっていうのは実は専門家ですら10年後は予測できてませんよと。過去10年、過去20年を見てみても、全然、専門家というのは予想できていませんと。バイオが、これほどまでにバイオや、IT が大きくなることは誰も知らなかったということで、専門家ですら予想できない問題を実はその一般人の人々が予想できるというふうにはちょっと考えにくいですよねと。いうところで、これから伸びるかどうかっていうのは誰もわからないと。じゃあどうすべきかっていうと、他人との比較ですよね。要は自分が他の人にない能力を持っているっていうような状況を作ることが一番重要かなと思います。はい、ということで今回は、職選びに関してお話をしました。で、結局一番大事なことは、その当たり前だと思っていたことが実はそうじゃなかったということなんですよ。当たり前だと思っていたことがそうじゃないってことが研究によって証明されたのであれば行動は変わりますよね。それで、仕事の選び方が変わることによって、この間違った情報、やっぱり成功者の、考え方っていうのが一番多いかなと思うんですけど、成功者の、考え方と研究で考え方が違った場合は、やっぱり研究の方を選ぶべきなんですね。研究の答えを知ることによって、我々の正しい職選びができるかなと思います。はい、ということで今回は仕事に情熱はいらないということで、研究を参考にされた、この科学的な特色についてお話ししました。で、結局研究っていうのが、研究で明らかになったのは、要は、巷で言われているその成功論っていうのが、実は間違ってましたよということが分かったってことなんですよ。なので、そういったものに惑わされるうちに、自分の本当に大事なものっていうのに集中できるような、そういった仕事選びについて行っていただければ幸いです。ということで今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。